雨の中皆さんね、こんだけグランドとかやってくださってたんで、やっぱやりたかったんですけど残念ですね。昨日も上野さんがあの雨の中満塁のケースから抑えたのを見てすごいなと思ったんですけど、やっぱり勝つためにはあんだけ強くならないと勝てないんで、どういう場面でも冷静になんか試合ができる準備をいろいろして試合に入れたらいいなって。とにかく失点を少なくすること、まあ、どんだけ、まあ、ヒットとか打たれたとしてもなんかしっかりアウトカウントが取れたら試合は進んでいくと思うので、とにかく集中して入れるようにやりたいですね。完全試合できなかったときに上野さんが7回までこう集中することが大事みたいなこと言われてたじゃないですか。やっぱりそれって最後まで気を抜くなってことですし、あのゲームから多くのことを反省してなんか学びなさいってことを言われてたので、なんか自分自身に足りないこと、なんかあの試合こうパッと見いいゲームだったなって思う人って多いと思うんですけど、自分自身もすごい反省してて課題も多く残った試合だったので、それを次の試合に生かしたいなっていうのは思ってます。まずは本当にピッチングですかね。ピッチングに 100% かけてって、みんないい選手っていうか長打も打てるしいい選手が揃ってるので、自分自身がそこを意識するよりも、まあ、絶対失点をしないことを第一に考えることがベストだと思うので、それだけを考えたいかなと思って。